そうですね、信じられない気持ちが第一でした。最終候補に残ることも予想外でしたし、これほど高い評価をしていただいて受賞できることも予想外で、何もかも信じられない、そんな思いでした。そうですね、物語をシンプルにして、そこに至る過程の人間を丁寧に描写することを心がけたことが、大きな違いじゃないかと思います。初めて一次通過したのが江戸川乱歩賞でした。自分の中で基準が生まれたこともあって、それから江戸川乱歩賞にこだわるようになりました。そうですね、今までは落選した時の選評しか見ていなかったので、こうして受賞した時に見る選評はまた全然違って、その全ての選考委員の先生方に高く評価していただいた、いただいたことを、すごく、嬉しかったです。目が見えない主人公が、抱くそういう不信感や、その状況で起こる、葛藤なり、苦しみなり、そういうエピソードに注目していただけたらと思います。自分にとって難しいものに挑戦することが、成長につながると思い、あえて映像的な描写を使えない設定に挑戦しました。アイデアの作り方について書かれた本の中で、アイデアとは既存のアイデアの組み合わせであるという、そんな感じの、言葉を、目にして、全く違うものを組み合わせたらどうなるかということを、考えて組み合わせました。目の見えない主人公を、扱うと決めた時に、視覚障害を持った人が抱くその問題を扱うことで、魅力的な物語が作れないかと意識して、書いたことが、そういうトリックになり、つながったんじゃないかと思います。乱歩賞1本で応募していたので逆算して、予定を割り振りました。プロットに6ヶ月、執筆に3ヶ月、推敲に3ヶ月でした。そうですね、目の見えない主人公の気持ちに寄り添って書くところが一番苦労したんじゃないかと思います。振り返ってみると、そこまで苦労したという記憶がないので、思いのほか書きやすかったんじゃないかと思います。まあ、目が見えないことで、起こる不信感に主人公がとらわれていく過程がうまく書けていたんじゃないかと思います。今野先生から選評で、このまま海外を舞台にしていても受賞は難しいと思うというアドバイスをいただき、日本に舞台を戻して書きました。今まで書いてきたどの小説も何らかの形で救いや希望がある物語が多かったですから、今回も同じように最後に希望を持たせようという意識はありました。そうですね、読む分には物語が面白ければ、まあ結末はどのような形でも、いいと思います。以前からどの作品も家族が何らかの形で、出てきます。なので今回も同じように家族を一つのテーマとして書き上げました。進歩雄一先生の連鎖やストロボ、大坂先生の、カディスの赤い星、高野先生の13階段に影響を
まあ、受けたんじゃないかと思います。小説を書いている友人からそのことを告白され、その友人の小説を読み始めたのがきっかけです。その友人に小説を書いてみないかと勧められた時、断っていたんですけど、その友人がプロットだけでも作ってくれたら自分がそれを小説にするからと、そう言ってくれました。で、自分が作ったプロットを友人が小説にする過程を真横で見ているうちに、少しずつ小説の作り方、そういうものが蓄積されていったんだ、と思います。そして1年ほど経った時に友人が今なら書けるんじゃないか、書いてみないかと、そう言ってくれて挑戦して、そこからが始まりでした。そうですね、ミステリーは一番読者を意識したジャンルじゃないかと思います。読者をどう楽しませるか、どう驚かせるか、常に読者の方を向いたジャンルだと思います。読んでいても書いていても楽しいジャンルだと思います。そうですね、どんな部分にも妥協しないで常に挑戦していくことが結果的に、成長につながって良い結果になるんじゃないかと思います。いろんな意味で新しい物語にチャレンジしていきたいと思います。まだ次の作品をどうするかで精一杯で、まあ、まだその先はそこまで意識できていないんじゃないかと思います。そうですね、小説でしか書けないものを書きたいという思いで書いた小説です。目が見えない主人公のその不安感や恐怖心にこう、寄り添って、共感してもらえたらと思います。